国際司法裁判所が置かれている平和宮ノッテボーム事件とは1951年12月17日にリヒテンシュタインがグアテマラに損害賠償などを求めて国際司法裁判所に提訴をし1955年4月6日に本案判決が下された国際紛争であるリヒテンシュタイン国内法に基づいてドイツ人がリヒテンシュタインに帰化したことが 第三国グアテマラに対抗しウるかが争点となり、国際法上の国籍付与の要件などが示された。ノッテボームは1881年にドイツハンブルクに生まれたドイツ人であった。1905年、ドイツ国籍を保有したままグアテマラに移住し、そこに生活の基盤を置いて商業や金融業に携わった。ドイツには 事業のために時々帰国するなどのつながりがあった。しかし、ノッテボーム自身は事件が発生したとされる1943年までグアテマラに住所を置いていた。1939年9月1日、ポーランド軍に砲撃するドイツの軍艦。ノッテボームはこの直前にドイツに渡った。1939年9月1日、ドイツがポーランドに侵攻し、 第二次世界大戦が勃発した。ノッテボームはこの直前にドイツに渡り、その後リヒテンシュタインのファドーツを何度か訪れた。10月9日、ノッテボームはリヒテンシュタインへの帰化申請を行った。リヒテンシュタインでは国籍法で帰化条件の一つに3年間国内に居住することを定めていたが、ノッテボームは帰化税と共同対価入金を支払うことによってこの 条件を免除され、10月13日には、リヒテンシュタイン校の決定に基づき、リヒテンシュタイン政府からノッテボームが帰化した旨の証明書が発給された。また、ハンブルク氏はノッテボームがドイツ国籍を喪失したことを示す文章を発給している。ノッテボームは、リヒテンシュタイン人として、同国のパスポートを取得し、1939年12月1日に、 在中利比グアテマラ総領事から著称を受けて、翌年グアテマラに戻り、以前の事業を再開した。グアテマラ入国後のテボームは、グアテマラ外務省に、リヒテンシュタイン国籍を取得したことを通知し、グアテマラの外国人登録簿にこの国籍変更が記載された。グアテマラとドイツは1941年から、交戦状態にあり、1943年になると、 グアテマラはノッテボームを敵国人として逮捕した。その後、ノッテボームの身柄はアメリカ合衆国に移送され、1946年までそこで抑留生活を送った。戦争が終了し解放されたノッテボームはグアテマラに入国しようとするが、グアテマラ政府は入国を拒否、やむなくリヒテンシュタインへ向かい、その後そこで生活を送ることとなる。 1944年12月20日、グアテマラはリヒテンシュタインによるノッテボームへの国籍不要を認めない旨を宣言した。また同年、グアテマラでは、同国国内にあるノッテボームの財産を収容するために多数の裁判が起こされた。1949年には、戦争によって生じた事項の生産に関する法律が制定され、最終的にグアテマラ政府は、 保障なしに、ノッテボームの財産を収容した。1951年12月17日、ノッテボームの請求に基づき、リヒテンシュタイン政府は、ノッテボームの財産返還とリヒテンシュタインに対する損害賠償を求めて、グアテマラを国際司法裁判所に提訴した。リヒテンシュタインの市長グアテマラの市長裁判官を、 務めた、ジョボ国際司法裁判所が下した判決を外説する。ドイツ国籍を喪失した、ノッテボームの場合、リヒテンシュタイン国籍が認められないとすれば、彼は無国籍者と同じ状況に置かれてしまい、結局どの国からも外交的保護を受けることができない状況になってしまうという点で、本判決で示された、神聖な結合理論は批判されることがある。管轄権判決は、 1955年の本案判決に先立って1953年11月18日に下された。グアテマラは国際司法裁判所にこの事件を扱う管轄権がないと公弁したが、管轄権判決ではグアテマラの公弁は却下された。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 松井義夫、判例国際法等振動。 2009年4月、第2版第3冊、464から468ページ。ISBN 978から4から887136755。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 山本草に、古川照美、松井義夫、別冊樹リスト156号国際法判例100、専有比較。 2001年4月178から179ページ。ISBN4 から6421114560。64 ICJ リポーツ 1955P4。ありがとうございます。